ードを引きなさい。それじゃあ私からね。ボルト、やるわね。ミラー、やってくれるじゃない。やるわね。私が負けるなんて。よかったよね。レベルアップよ。始めるとしようか。カードを引くとしよう。同点、君の先手だな。高ぶり。ほう、やるな。そう来るか。風よ。大した腕前。始めるとしようか。カードを引くとしよう。同点、私の先手か。なるほど、そう来るか。大したレベルアップ。始めるとしようか。カードを引くとしよう。君の先手だな。高ぶり。なるほど、そう来るか。イカズキよ。やるな。なるほど、そう来るか。大した腕。ごめんください。こう、いるか。おっちょもちします。うん、
なんだか久しぶりだね。さっきこうニアーでつぶやいてたでしょ、一旦家に寄るって。まあそういうことだ。たく人が悪いぜ、バイトまで時間があんならそう言えっつうの。ありがとう。まあたまには男同士のんびりしようぜ。Thank you.
時坂君。本当に池が凍ってる。ありえない光景ですね。ええ、ちょうど近くでしたから、アスカさんや他のみんなもこちらに向かっているようです。でもどんな被害につながるかも分かりませんし、私たちだけでも先に調査を始めませんか。
この先に元凶がいるのは間違いなさそうですね。はい、行きましょう。行きます。
お願いします。はい、この拳で打ち砕いてみせます。ええ、パーミットシュー、じゃあそれ、はっそれ、はっ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 、
一件落着ですね。ですが今の人影は時坂君。ヒラギ、みんなも。やれやれ、一足遅かったみてえだな。って、本当にマンションの目の前じゃん。結構騒がしいけど、池が凍ったって本当なの？はい、異界化が収束したらあっという間に溶けちゃって。あくまで異界の霊属性による氷結、得意点が消えたら現実世界における影響を保てなくなったんでしょう。さすがはアスカさん、気づいていたみたいですね。ちなみにエルダーグリードは霊属性のエレメンタルでした。そうですか、やっぱり。どういうこと？それって異界で働いているあの法則のことですよね。ええ、昨日から起きていた事件、それらは異界の属性が現実世界で暴走したのが原因と考えて間違いないでしょう。炎、風、鋼、霊、そして影で構成される五属性、エルダーグリードの特徴から見てもこの凍結現象は霊属性に違いありません。ってことは柳スポーツで起こったのは風。高羽組は炎ってわけか。確かに昨日のボヤもあっという間に消えたようだが。なるほど、完全に一致してるね。となると水道の凍結っていうのもそれが原因だったわけだ。なんとなく理解が追いついてきたけど、どうしてそんなものが連続して起こっているわけ？そいつは確かに属性の暴走、考えたくはないけど、ひょっとして何今の。気持ち悪い。やはり気をつけて、みんな。2か3くらいか。うん、そうみたいだね。小規模ですが間違いありませんね。ええ、10年ぶりかしら。やれやれ、厄介なことになったわね。校長たちは大丈夫だったかな。
今のって…ホロークエイク。そいつがさっき起きた揺れの名前ってわけか。それって普通の地震とは違うの？地殻運動の結果である地震とは根本的に異なるわ。時空間そのものが振動する極めて特異な超常現象。その後に起こった地震はあくまで余波に過ぎない。時空間が振動する現象。正直とんでも科学って切り捨てたいところだけど。でもそう言われると納得です。まるで周りの空間と一緒に自分自身が揺らされたような。うん、私も学園で同じ揺れを感じたけど普通の人は感じられないんだよね。はい、認識できるのは的確者や霊能力、感能力の高い人だけかと。そして裏の世界においては最も恐れられる最悪の一つです。神話級グリムグリードに引き起こされるという点において。おい、そいつは温泉の時に聞いた。それじゃまさか10年前もそうだったってのか。ええ、あの時は最悪のメカニズムまでは説明しきれなかったけど、10年前に観測された直近かつ史上最大の虚空心、それこそが東京迷彩なのよ。夕闇の使徒、元凶となった神話級のグリムグリードは事件後にそう命名されました。東京全土の空を黄色に染めるほどの異界化を引き起こした存在。その権限と同時に最大規模の虚空心が連続して発生し、それに誘発され地震、竜巻、落雷、さらに寒波や瘴気までが発生しました。文字通り東京は混沌に包まれたんです。その後ネメシス、ゾディアック、クロノス、オールデン、異界に関わる三勢力の共闘によってなんとか元凶は討伐されたけど、それでも3万人にも及ぶ犠牲は避けられなかった。それがあの日の真実ってわけか。空の異常といい、おかしな現象が起きてたって噂はされてたけど。そんなことが裏で起こっていたなんて。本題はここからよ。今回起きていると見られる異界属性の暴走、東京迷彩の前兆として起きていたものに酷似しているの。先ほど起きた虚空心の規模はその時の数千分の1程度だけど、あれを引き起こした存在は確実にこの森宮に潜んでいる。あ、そっか、そういうことだったのね。ええ、おそらくその存在こそ今年に入ってから森宮において異界事件を頻発させた元凶でしょう。あまりに強すぎる怪異は存在するだけで数多の最悪を引き寄せてしまうものですから。そいつは何者だ？一体どこに隠れてやがる？コウ君、居場所については推測できる情報が少なすぎます。ですが正体についてはある一つの仮説が成り立つかと。仮説？10年前に討伐されたグリムグリード、
夕闇の使徒、その眷属が生き残っている可能性がずっと指摘されていたのよ。眷属、魔女の時の黒犬や魔鳥と同じだが、東京を壊滅させかけた化け物の眷属ともなれば。うん、事態は一刻を争うだろう。あなたは美月先輩のおじいさん。お疲れ様です、皆様。先ほどの虚空心をもってゾディアックも同じ結論に至った。現在この町のどこかに夕闇の眷属がいる可能性は高いと言わざるを得まい。おじい様、ネメシスも同じ判断です。現在私以外の執行者を派遣することも検討されています。うん、強行が始まった今、もはや予断は許されぬはずだ。ゾディアック、ネメシスがすでに対応に動き出した今、 XRC 諸君、君たちはどうするつもりだ。大切なものを守る、それが俺の、いや俺たちの選んだ選択っす。相手が何だろうが、それだけは変わりません。ましてや10年前のあの最悪の残り火ってやつが森宮に降りかかろうとしてるのなら、なおさら引くわけにはいかねえ。はい、降りかかる火の粉は払うのみです。元ブレイズの名にかけてこの町はこの拳で守らせてもらう。まあここまで来たからにはラスボスもきっちり止めないとね。スピカの大切なホームの一つ、そんな最悪の隙にはさせない。私も XRC におけるゾディアックの代表として、同じく XRC におけるネメシスの代表として己の使命を全うするつもりです。みんな決意は固そうですね。ならば改めてお願いする。どうか力を貸してほしい。10年前の悪夢を晴らし、森宮と東京を守るためにも。はい。謝ることじゃねえだろう。風邪なんて引くときは引くもんだ。今日は一日ゆっくり休め。帰ったら俺も顔を出すからよ。